市より江戸が好きお江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。今日はガンダムの中で一番好きなキャラクターハマーンカーンの T シャツを着ています。ハマーン様かっこいい。はい、ということで2020年初夏でございます。初夏といえば目に青葉山ホトトギス初ガツオという江戸時代に生まれた句が有名ですが、皆さん初ガツオ食べましたか？私ね、先日スーパー行ったら売ってたんですよ、初ガツオ。なので、買ってきてね、半分はたたきにして半分は江戸風にしていただきました。こちらご覧ください。右側がカツオのたたき、炙ったカツオが見えなくなるぐらい薬味をたっぷり乗せて生姜醤油とかポン酢で食べる現在主流のいただき方ですよね。そして左側が江戸風の初ガツオなんです。特徴はね、からしをつけて食べたことですね。初ガツオ、からしがなくて涙かなという川柳がある通り、カツオにはからしやからし酢味噌が欠かせなかったんです。あと大根おろしですね。大根は魚の毒を消す、食あたりをしないとしてお刺身につきものでした。食あたりをしない、当たらないということで、当たらない売れない役者を大根役者って言ったりもしますよね。あと今回たまたまなんですが、血合いを取ったらこういう細長い形になったんです。で、当時の浮世絵を見るとこれね、初ガツオをいただいているお姉さんなんですが、やっぱりこんな風に細長い形で盛り付けられています。カツオの血合いは新鮮なものだと美味しいんですが、足が早いのでね、冷蔵庫のない江戸時代は朝一ならいいんですが、こうやって晩酌でいただくときなんかは血合いを取らないと食べられなかったようです。ここにもからしが添えられていて、あとは大葉か青タデのような薬味と、妻は大根かもしくはウドの細切りかなというものが添えられています。女房を七に入れても初ガツオなんていう川柳があるぐらい、江戸っ子はとにかく初ガツオが大好き。もともとカツオは初男に通じる縁起物として人気の魚でしたが、江戸時代に入ると初物を食べると75日長生きするという迷信が生まれ、江戸っ子が熱狂しました。こちらの本には奥さんの着物を質に入れてまでカツオを買う旦那さんと、命という文字を一生懸命引っ張って長生きしようという旦那さんと、その命にできたシワを少しでも伸ばそうと日野氏というね、当時のアイロンを持ったおかみさんとそれを見守る坊やが描かれています。江戸っ子の新しいもの好きで、せっかちでさっぱりしたものを好む性格、さらに災害や疫病、火事などでいつ命を落とすかわからないライフスタイルに長生きできる縁起物、初ガツオがぴったりハマったのかもしれません。では江戸っ子がどのぐらい初ガツオに熱狂したのかというと、文化9年1812年3月25日に江戸に入った初ガツオ17本のうち6本は将軍家が買い上げ、残り11本が争奪戦になりました。1本は高級料亭八百善が、2本は猿剣門筋がそれぞれ2両一部およそ18万円で購入して、1本は三代目中村歌右衛門が3両およそ24万円で購入、それを大部屋役者に振る舞ったということで、たちまち江戸中の評判になったといいます。七代目の市川團十郎もね、その日のうちにごひいき筋から初ガツオをプレゼントされたそうなんですが、歌右衛門の評判がすでに江戸中に広がっていたので、もうカツオは一生食わないと悔しがったんだとか。すんごい見栄の張り合いですよね。ちなみに初ガツオ入荷以降はカツオの値段は下がっていき、1本200文およそ4000円程度になるので、この浮世絵のように一般のお家でも調理されるようになります。こちらはこの女性のお家でカツオを魚に宅飲みをするところのようです。
よく見たらね、日本酒樽でストックしてるので、お酒めちゃくちゃ好きそうですね。親近感が湧きます。カツオはこんな風に家の前まで行商が売りに来てくれるので、私一人身だから一本丸ごともらっても食べきれないわという方のためにね、欲しい分だけ切り分けてくれるサービスもあります。玄関先に卯の花が飾ってあって、ゴミゴミした都会の狭い長屋の中でも人々が季節感を大切にしていたことがわかりますね。それぞれのライフスタイルに合わせて楽しんでいた初ガツオ、初夏を味わう食文化、素敵ですよね。というわけで本日は初ガツオのお話をしてまいりました。いかがでしたでしょうか。ちょっとでもお江戸いいねと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。